長戸博之は日本の俳優。昭和時代の日活映画の青春スター。にあんちゃんで1959年のブルーリボン、男優主演賞を受賞。歌と軍艦、秋津温泉などで主演。テレビドラマなどでも活躍。俳優の津川正彦は実定。歌舞伎俳優の沢村邦太郎を父に、女優の牧野智子を母に、本名、加藤輝夫として。 京都府京都市中京区で誕生。両親もそうだが、祖父は日本映画の父と呼ばれる牧野正造、狂言作者の竹芝伝蔵、叔父に加藤大輔おばに沢村貞子がいるという演劇、映画などを本業とする芸能一家の一員として誕生。加藤家では6年後に弟の津川雅彦が誕生。映画初出演は6歳頃の 1940年の俗志水校。戦前から子役として活躍し、当時は名古役として知られていた。花園高等学校を卒業し、立命館大学文学部へ進学。同大学を中退。学生時代は俳優を一時休業。戦後、映画制作を再開した日活に入社。太陽の季節のポスター太陽族映画の第一作となる。 芥川賞受賞で話題となった石原慎太郎の小説が原作の太陽の季節に日活の看板スターという位置づけで主演し、奔放で破滅的な生き様の青年を講演。1961年に共演した南田と結婚。当時美男、美女のカップル、理想のカップルなどとして話題となり、ブロマイドなどもよく売れた。翌1962年に 日活を退社してフリーとなる。1964年に妻、南田洋子と人間プロダクションを設立し、1968年に MBS でテレビドラマ、活動や一代を制作、主演したが、これに凝った作りだったため2億円近い赤字になった。1982年からは、KBS 京都が主催する交通維持支援のチャリティー番組、 カタツムリ大作戦のキャンペーンパーソナリティとして2005年の同キャンペーン終了まで出演を続けたことでも知られる。同じ昭和9年生まれの石原雄二郎、相川紀二や、大橋巨泉、在津一郎、坂上二郎、藤村俊二、僕五郎、森山修一郎らと昭和9年会を結成し、チャリティー事業などにも取り組んだ。1985年11月に、 陽子へ、を出版。南田への告白という形で、自身の本当な女性関係などを実名で赤裸々に、印、いわゆる暴露本として、よう騒がせた。これに対し、実名を書かれた、池内純子などが強く反発した。長戸側は初版を回収し、問題箇所を書き直した、改訂版を出した上、池内に対しては新聞に謝罪広告を掲載した。長戸は、 ゴーストライターによる口述筆記だったため死にが伝わらなかったなどと弁明したが、南田と共に全ての出演番組と CM の交番を余儀なくされるなど、この騒動が以後の芸能活動に大きなダメージを与えた。ワイドショーの多数の取材を受け、こんな本はダメです。と次長机に叩きつける場面が繰り返し放映された。長年かけて復調し、主に、 テレビドラマでの敵役や悪役を多くこなし、活躍した。晩年は苦労をかけたようこへの恩返しとして認知症になった南田の介護に取り組みつつ、リタイアしたようこの分までと発揮し、精力的に活動を行った。同時に、長年確執があったとされた津川との共演も増やし、津川が牧野正彦名義で監督を務めた作品にも出演した。 2009年10月21日、妻、南田陽子が、雲幕下出血により76歳で死去した。倒れた前日に続き、当日も、明治座での舞台公演後に、記者会見を開き、これからは、女房のない世界に踏み出していきます。思い出の中で陽子は生きてますから。これは、永遠のものです。4年間、僕が介護することで、 僕の人生を蘇らせてくれて、人生観を変えてくれましたと涙を浮かべながら、記者陣に対してコメントを述べた。亡くなる直前まで、出演作品はコンスタントに放送されていたが、南田の死から1年7ヶ月後の2011年5月21日午後5時20分、東京都文京区の順天堂委員にて77歳で死去した。同日夜に、津川は病状について、 肺炎をきっかけにした合併症であったが、前日は元気であったと述べ、当日になって容態が急変したことを明かした。長戸とはプライベートで60年来の旧友であった浅尾カルリコも津川と駆けつけて、マスコミの取材や応対に応じた。長戸の不法を受けて、9年会メンバーで、長年信仰が深かった立花や炎像は、どんどん仲間がいなくなっちゃうと哀悼のコメントを、 発表した。この他にも、どんどばれで共演した、ひかまなみが、自らのブログで、長とを痛むコメントを記し、地中原布都市80キロで共演した、西田敏行が、原布都市は泣いていますと語るなど、長と縁のあった人々が哀悼のコメントを寄せた。長と、南田夫妻から、実定のように可愛がられて、長年信仰があった、萩本樹一は、長門に訪れた際、 最高の先輩で、友達で、兄貴だったと声を詰まらせながら話した。葬儀、告別式は5月24日、東京都港区の全福寺で、津川が模試を務めて営まれ、遺体は品川区の霧ヶ谷斎場で、ダビに付された。23日の通夜では、中井貴一と笹野隆が、24日の葬儀、告別式では、黒柳哲子と奥田瑛二が長事を読んだ。 方名は、極芸員尺上皇。最後の映画出演作品は2010年10月9日、公開の、青い青い空。テレビドラマの遺作はなくなる、約2ヶ月前の2011年3月26日、NHK 放送の土曜時代劇、音密808丁最終話であった。以下は、すべて妻の南田と共演。ありがとうございます。